ケーブルテレビでは農業を始めました。工場でお野菜を作るんです。衛生管理を徹底しているので病気や虫の心配がありません。だから安心の無農薬栽培、いつでも旬の味です。スマイル農場のフリルレタスはゆずの里ケーブルテレビとライフ諸山店農家さんのおすすめ直売所コーナーで販売中です。一度食べてみてね。